発で来ればもうそれでいいですか。そう、4000コイン分とりあえずちょっと Y さんと回します。で、一応撮影だけします。Y さんと回します。俺見てるだけですけどね。いやいや、でも一応ちょっと、もしかしたら Twitter とかにあげるかもしれないんで。ああ、はいはいはい。フリットのいいところはやっぱあの圧倒的なフィジカルとどこでも、はい、あのどこでもできるユーティリティ。そうだね、だからボランチとかもできるもんね、だってね。ああ、場合によってはセンターバックでもういけるんで、はい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 、はいはい、もう大ピンチの時とかは全然ありえるよってことですね。はい、でサイドハーフで中盤、まあ、ナンバー10っていうプレースタイルから、まあ、STOMF はトップ下はちょっと避けた方がいいのかな。なるほど。だからまあセンターフォワードがまあ一番ベストっちゃベスト。センターフォワードにおいてカウンターターゲット入れて後半に、ね、うん、ちょっとなんかあの CMF だったりとかに下げるっていうのが去年はベターな使い方をみんなしてました。なるほどなるほどなるほど。でフォワードに新しいスパサブ入れて。そうですね、まあスパサブとかラインブレーカーとか入れてると、入れるといいかもしれないですね。なるほど。後半のフォワード投入はちょっとフリットだけはやっぱ取っといた方がいいかなっていう気は。フリットは取っといた方がいいかもしれないですね、うん、あのライカルトも強いですよ、あの今回の。だから今のミランって相当いいってことでしょ。今回のオランダ三重視ちょっとファンバステンはまあちょっとね、あの往年のサッカーファンぐらいしか嬉しくないでしょうけど、まあ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 、まあ、ライカルトは補正かけてセンターバック起用したら強いです。はいはいはい。まあライカルトもいっぱいいろんなとこできるもんね。そうだね、そうなんですけど、まあ一番ベターは僕個人的にはセンターバックです。なるほど。いや、全然引いてない。全然引いてないわ。いや、まあ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 。あ、5000あるじゃん。おー、いける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 。5000だったらいけるっしょ。ちなみに、夏芝ちゃん、メッサン、はい、メロンパンさん、まあ、その他、ね、ちょいちょいウィーリー配信者の方たち、沼ってたんで。なるほど。あ、これサブチャンネル出そうかな、じゃあ俺、サードチャンネルかなんかで。動画。これ、バイスさん。あれー、はい。これワンチャン早く引いたら格の違い見せれますよ。あ、マジで。はい。とりあえずエルマスさん。エルマスは去年 FB で来て能力は強かったですね。あれですよね。ちょっとまあ、1回ぐらいピンク見たいな、せめて。モブ顔の誰だ？知らねー。でも早いっしょ、これロード、やっぱり。フォーより。全然早い。全然早い。全然早い。俺も買ってくださいよ、5。お、誰だこれ。ミランのアキパか。あとは今週引いといた方がいい FP とかあります？いや、もうこれだけでいいです。あ、これだけで OK。 OKOK。 クラウンセレクション、いやクラウンセレクションだよな。どんなルンマ持ってないんだったら。あ、どんなルンマは持ってない。あ、でもあクラウンセレクション、あ、でもあないや、もう終わってるや。クルトワは持ってる、いつだかの。あ、クルトワいたらいいです、いいです。ファビアン・ルイス？いや、ちょっとマジ、ピンクくれて、ほんとに、フリット、マジ。いや、そんな、早く来るほど甘くないですよ。甘くない？ああ。105分の3とかなんだ、アイコニックの確率。105分の3って、もう。まあ、一応でも僕、アイコニックは結構引いてますから。やりますよ、ここ2か、ありますよ。ここ2ヶ月ぐらい引いてないけど。あるある、全然ある。え、ラッシュ引いてないんですか？え？ラッシュ引いてない。ラッシュ引いてない。あ、バレンシア弟。ラッシュフォード強いけどな。いや、まあなんか、正直、フリットとルメニゲいれば、あ、まあ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 。でしょ？まあまあまあ。で、ベッカムとかも俺持ってるし、クリスティアーノ・ロナウドも俺持ってるから。ああ、まあ確かに。でしょ。じゃあ別に、でも個人的になんですけど、はい、僕前作そうでもなかったんですけど、今作なんかやたらラインブレイカーすげえ強く感じるんで。なんか Y さんずっとそれ言ってるよな。うん、いや前作はもう無印のフォワードは好きだったんですよ、うん、だからロナウドとか、ね、だからそれこそメッシとかをセンターフォワードで使ってそうそうなんですけど、はいはい、で、まあ、一人ムバッペとかデルピエロいたらいいかなぐらいだったんですけど、はい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 、今作なんか普通に、まあ僕 3CF の監督ですけど、ラインブレーカー2枚とか置いてるんで、ST と CF1 人とかで。なるほど。なんか結構強く感じますね。なんで、アズムンとか好きですよ。あー、なるほどね。はいはいはい。まあ、日本代表と同じようにやるけど。アズムンも引いたんだよな、あれで。ああ、投票ですね。そう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 。いや、本当は習慣の方が強いから。そうそうそう。習慣当たんなかったんだよな。もったいないな。いや、習慣アズムンは強いです、ほんと。
あの強さは過去日本代表といろいろありましたけど、目をつぶりましょう。ちょっと出てくんないかな。マジで欲しいな。まあこの5000、あと4000、この間にとりあえずアイコニック1人は出したいな。でもファンバステンはな。いやそうなんです、ファンバステン出ちゃうと逆になんか止まんなくて課金みたいなパターンあるよこれ今日。ファンバステンはでもあの前作のアイコニックファンバステンは結構評価高くて、はい、まあ、俺は個人的に好きな選手じゃなかったんですけど、はい、まあでも強いみたいな感じで、でも今作のあのバステンはまあ引退きたー。おー待った、やばい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 、これ引いたら格の違いや。グン？え、待って待って待って、フリットじゃない、フリットでしょ。やばくね、フリット、よし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 、グン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 グよしよし。どうしよう、ライカールト狙う？あー、まあいいんじゃないですか、狙っても。まあ狙うか、ああ伝説見せましょうか。じゃあワイスさん、間違いない、あの俺らが伝説作ったよりは。おい、おい、嘘でしょ。え嘘でしょ。いやいやいや、これはこれやってるわ、これやってるわ。え待って、え待って、ライカールトじゃん。グンググン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 、やばくね。ねえ、これ猫庭さん、これあれでしょ、これあの、ま、撮影してると俺に見してないですか。いや違う違う、見せん、今やってる、今今やってる、今やってる、やってない、これマジで。じゃあちょっと操作の操作の操作の指示くださいよ、今からやるから、操作の指示。ちょっと、じゃあ丸を押してください。丸丸、はい、進むか、進む、はい、押しました。進むで、はい、進む、押しました。おー、あ、ちょっとじゃあの能力見ちゃってください、そのまま。はい。あー、ダメだ、いや、ほんとだわ、これ。いや、Y さん優しいな、俺だったらここで、これやって、じゃあ放出でとかって言うと思ったけど、Y さん優しいな、放出はさせないんですね。いやいや、この辺り放出はもったいないな、さすがに。オッケーオッケー。いや、すげー、これ。これは神でしょ。これすげえ。これは、いやいや、今アイコニック弾いてたんですけど。いや、配信してるんですか？配信、いやいや、あの、ディスコードでね。あ、で、あ、ディスコードでライブしてるってことか。そう。で、あの、5000コインぐらいから始めて。そう、はい、1500ぐらいで、フリットとライカルト出たわ。やば。もういらないじゃないですか。フリット最初弾いて、これ、このままライカルト弾いちゃうかって言った矢先に連続で弾いた。てか、ワイスさん昨日フリット弾けたんですか、結局。俺は弾いたけど。俺は弾けたけど。いやー、これは軍でしょう、マジで。これ、かけそばさん、クラブセレクション俺、いるのある？これ。あ、デイビスは弾いといた方がいいんじゃないですか、めっちゃ強い。いる？いらないでしょ。ちょっと待って、俺のスカットをまず見てからにしません、一回。でも、ウィーさんがデイビスめっちゃ強いって言ってましたよ。いやー、育成に金かかるだけだからいい。いや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 、デイビスぐらいかな、強いの。これ、いや、これ何のスカットですか。はい、2999や、ね、あ、2999か。びっくりした、タプソバ使ってるから。スカットリスト、ガチスカみたいなやつ。あ、それだな。よし、明日の動画これで。あー、でも、あー、ちょっと待って。あー、もうそのプジョル、ね、そのプジョル弱いからな、できれば外したいな、そいつ。なるほど。確かに。バランノーマル悲しいですね。バランノーマル悲しいんだよ。出て、今クラブセレクション出てる、バラン。あー、この、水曜まで出てました。あー、なるほど。もう終わったんだ。猫ニラさん、なんでそのノーマルバランやめて、うん、ライカルト。このノーマルバランは控えにおいて、ライカルト、あの、ライカルトをミラー補正で、ライカルト。じゃあもうマルディーニいらないね、これ。まあ、いらない。あー、でも俺だったらプジョルよりマルディーニかな。俺もプジョルよりマルディーニ。サイドバック、うん、俺だったらです、ね。あ、そう。このプジョル、スタミナがゲロほどないんで。なるほど。じゃあ、ここにライカルトね。そう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 。そいいな、なるほど、まあ、前作のライカールとシビは強かったですけどね、普通、はい、いや、本作も強い。本作の方がシビ強い。なんなら。まあ、結構ディフェンス能力上がってますもんね。うんうんうん、いや、てかね、瞬発が上がってるのがでかい。めっちゃ上にいましたよ、猫ニャさん。これライカールと軍で。それフリットっす。あ、フリット、フリットは。フリットフリットどこに置く、フリット。フリットはセンターフォワード。まあ、クライファードいらないか。クライファードいらないですね。クライファードもいらない。はい。お疲れでした。あれ、ライカルトさっきいたのにな。もう一個したか？あ、いた。バティンの横。こういうことね。です。で、一番右のフォワード誰だこれ。
アズム、アズム、アズム。あ、そのアズムか。でも今週のアズム A、B だ。まあ、投票のやつ強いっすよ、アズム。いや、このアズム、いや、でも、このアズム、確かね、スーパーサブついてんじゃないかな。あ、それは強い。うん、あついてなかった。ついてねえじゃねえか。そう、やめよう。じゃあ、フリット、これ、スタメンでいっちゃおうかな。正直、メッシいらないっす。あ、メッシいらない？嘘、はい、ほんと？フリット・ルーメニゲ？いや、メッシいてもいいけどな。まあ、使うなら、OM、あ、でも、チャンスメーカーのやつか。うん、チャンネルのやつだから、いや、メッシとフリットの2トップでいいんじゃない、別に。で、俺はフリットだな。まあ、ここは好み分かれますね。フリットで背負ってルンメニゲ軍ですけどね、俺なら。ああ、なるほどね。うん、ラインブレーカー確かに欲しい。まあ背負えるけど、確かにエルネコ、エルネクさんね、ネコニラさんの使ったラインブレーカー少ねえな。まあ、俺ならフリット、アズムンとルンメニゲいればいいんじゃないの、ライブ。まあ後半からぶち込むならありです、ね。いや、俺ならカマビンガ外して、うん、オーウェンか誰かに。いや、カマビンガ正直俺ジューベとシルバーよりカマビンガの方が好きなんだよね。いや、それは資料感は間違いないです。そう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 、ピコティなんで、そのここのここに控えを置くのちょっともったいないんで。ああ、なるほどね。ピコティ枚数増やしてもいいような気がするな。でもまあ大概俺デアラスカエタ入れて、フォワードフォワード一人変えて、あと中盤ここどれどうしようかなっていう感じだから。確かにアラスカエタは後半8のスパサブだから、そうなんだ、ね、そうなんだ、ね、まあでもとりあえずこんな感じでいいですか。じゃあとりあえずいいと思います。わかりました、ね、じゃあちょっとレベルマだけして、これもうメインチャンネルで流すレベルの神引きしちゃったな、ちょっとやばいな。いや、ちょっと Y さんがだって、俺 Y さんのあの声量で一番でかい声聞いた気するもん今。やばかった。いや、マジで、これ、あらかじめこれ作って編集したやつを流されてる。いや、違う違う。違います。いや、それくらいやばかった、マジで。いや、違いますけどね。はい。まあ、レベマにしちゃっていいですよ、これ、両方とも。レベマにした方がいいです。で、ミラン補正にしましょう。はい。レベルいくつがマックス？ね、ライフカールとか22か、あ、23か。エドのギラギラ、初めて聞いたな。ちょっとじゃあ、ちょっとあれだな、一発育成。バイクのような思考、あ、バイクのような思考回路じゃねえ、ナイフか。やめて、やめて、バイクは。ちょっと配信の準備しよう。いや、ちょ、神引きしちゃったらマジでやば。これ俺のおかげあるでしょ。いや、マジそうで、マジそう、マジ本当にマイさんのおかげだと思う。そうだわ、これちょっと私離れます。はい、うい、うん、俺個人的にクライフ微妙なんだよな。あ、ほんと、クライフ俺めちゃくちゃ使いやすいけどな。いや、俺結構ウディさんも言ってたんだけど、うん、結構ね、外すんですよね、ここって時に、意外と。いや、クライフも多分何ヶ月もスカッと入ってないですもんね。2列目からの飛び出しっていうプレースタイル強いけど、それよりも、やっぱ OMF、オフェンスレース高くて走れるやつがいいかなって。はい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 、はい。なんで、それこそルミニゲとか、ムバッペとか、ロナウドとか、はいはいはい、この辺のオムが強いですよね、やっぱり。あ、てかネドベドいるじゃん、エルネコさん。エルネコさんはあなたの視聴者なんでやめて。マジでやばいな。やっぱネドベド強いんだよな、普通に。あ、行ったかな、電話。まだ行ってないんじゃない？あ、行ってない。あと23、あと2レベルか。うーし、オッケー、これで準備できるな。いや、パバールとかいいな。俺、パバールの FP コンセプト1回も引いてないな。いや、パバールも後半っていうか、ライブアップでよかったら俺、入れてますかね。守備的サイドバックだし、なんかガクツバンとかフィジカルバカ上がりしろだったよね、確か。あー、なんかあったな。俺、国のやつしか持ってないんでわかんないですけど。で、これフリットもレベル1にすると。いや、素晴らしい。あ、ネコネさん、ムバッペ今週 A なんで、ムバッペ入れた方がいいか。いや、ムバッペ俺持ってないんだって、FP。いや、いましたよ、今んで。嘘。いたんだけど。上ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと一回フリット。ムバッペ絶対強い。てか、クラブセレクションでムバッペ来るんで。あ、D クになっちゃうわ。やめて。2週間連続こっからエースからね。え、後期から2週間だもんね、それで。
そう。エンバペいた俺。いたように見えたけどな、気のせいかな。どこ？上の方に。あ、でもあの、90、総合値94とかだったっけ、あいつ。レベル1で。それぐらいじ、あ、それノーマルのやつやん。いないでしょ。あ、違う、下。あ、いたいた。あ、いる、いや、いる。あ、でもそれ弱いやつ。弱いやつだけど、ノーマルよりマシでしょ。ノーマルよりはマシ。まあでもノーマル、まあでもいい。あ、待って、それは育てず置いといて、今度来た時に、引いて一気に。あげるっていうことね。で、埋まってきたら、もうこの、確実にアラスカイタかヒデどっちかがいらなくなるから。あ、まあヒデがいらないかなっていう気はするんだよな、これだと。あ、ヒデとアラスカイタどっちが好きかって感じで。うん、まあアラスカイタの方が使ってますね、僕は。うん、俺もアラスカイタの方が好きだな。もうチャンスがあるかって思ったら。で、アラスカイタは、すごく、しかも、公安悪くても、あ、公安がいいからライブアップで悪くてもいけるじゃない。そうしかもスパサブだし。いや、いいんじゃない、これで。これでミラー補正すればいいのか。ミラー補正したらもう完璧。マルディーニのアイコニックが欲しいな、そうなってくると。まあ、この前来てたんですけどね。多分当分来ないです。いや、あれじゃない、あれすればいいんじゃない、ポイント交換すればいいんじゃないの、これ。ああ、確かに。ああ、まあ確かに。あっちでも全然。ポイント溜まってるんであればですけどね。いや、なんか、猫屋さん、ヒデ取ってなかったっけ。はい、1万ポイントしかない。1万の点か、無理だな、絶対。去年のやつでも強いけどな、うん、そのマルディーニ。十分強いですね。十分強い、十分やれる。まあでも、とりあえずこれでいいか。これでミラン補正にすればいいのか。そうだな。見て、この連敗。4連敗。それは、もう、馬娘やるわ。あれ、どこで買えるんだっけ。これかベスチームで。ああ、マルティーニはレジェンドでもね、やれると思いますけど。しかも、でももうね、アイコニック使ったら分かるけどね、やっぱでも全然違うよ。あ、全然違うんだ。違う。ちょっと遅いもん、やっぱりあのレジェンド。いや、そうなんだよね。まあ、確かに、瞬発色変わりますからね、アイコニック。いや、フィジカルもそんな高くないから、多分ルンメニゲフリップとかに対抗できないもん、今の環境じゃ。確かに、うん、いや、これって強い能力だよ。だって、上で2019だったら、このマルディーニ強いってなってたじゃん、ガクソは。左サイドバックもできる。うん。うん。いや、これは話変わったんじゃない、ちょっと、マジで。話変わった。オッケーオッケー。ということで。うわっぺいってたなぁと。うん。ああ、エンバペがいればもう OK？ で、あと、アズムンの、その、ワッシーになれば、うん、もう完全にラインブレイカー、誰か、まあ、これだったらオーウェンとかかなぁ。うん。パバール C か。あ、そのパバール、国のやつじゃないですか。強いですよ。そう、強いよね。ネトベロ、ワンチャンネトベロ入れてもいい。まあ、パバール左でもいいんだよね、もう正直。あー、まあ、最悪ありみたいな。余裕があるなら控え込みで入れていいってやつ。うん。まあ、こういう感じです。悪くないですね。悪くないですね。まあ、監督だけちょっと最後見ますか。なんかいいの来てんのか分かんないけど。今週は微妙い。今週微妙いの、うん、あんま強いのいなかった気しますね。いなかったね。結局、3CF いないの。3CF とか、中央攻撃にかける選手が、監督が強いんで、うん、とか。ちょっと明日の動画の画像集めに回りましょう、私は。あ、もうその辺強いのいないですよ。もう完全で絶対いない。その辺はもういない。もうダメだ、この辺は。勝ちもない。カルロス・ケイロス。カルロス・ケイロスって聞いたことある。ルイ・ビトリア。あ、聞いたことある。ダメだね。はい、あ、待って、メンディバル。なんだあれ。あ、チェレフチェンコいるじゃん。え？あ、チェレフ、あー、変わってるわ。チェレフチェンコ3シーブだった。うん。いや、3シーブだったんですよ、最初3バックで。あー、ダメじゃん、じゃあ。まあ、まあ、いいでしょう。よし、これぐらいかな。Y さんのおかげで、うん、Y さんのおかげで OK です。これだから、動画化です、これはもう。はい。よろしくお願いします。かっこ見違えたな、マジで。見違えたわ。ありがとうございました。さよなら。いい、撮影してた。あ、はい、本当は録画なってる。一応録画してます、ね。あとはリフトとか